京都市、亀岡市、大津市、そして京都新聞はパートナーシップで目標を達成しようという精神に基づき、ぐっと身近に刑事 SDGs プロジェクトを開始します。ご覧いただく方に国連で策定されたグローバルな目標である SDGs をより身近に感じてもらい、取り組むきっかけになればとプロジェクトを立ち上げました。今回、学生や企業の方々にもパートナーの一員となってもらうことができ、産官学でこのプロジェクトを開始していくことになりました。皆さん、はじめまして。ぐっと身近に刑事 SDGs プロジェクトの総合司会を務めます小林理子です。今回は SDGs とその17のターゲットのうち、パートナーシップで目標を達成しようについて話していきたいと思います。それでは出演者の皆さんをご紹介したいと思います。 SDG 企業戦略フォーラム座長、東京大学教授の沖先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。京都大学大学院生の張さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に京都新聞の日比野さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず早速なんですけれども、 SDGs、最近私もよく耳にするんですけれども、改めてこの SDGs について簡単に説明していただいてもいいですか。はい、 SDGs サステナブルデベロップメントゴールズの S と D と G、 頭文字をつないでるんですけど、最後の S は複数あるってやつですね。はい、で実はいくつ目標があるとかご存知ですか。ちょうど先ほど紹介で17っていうふうに、17もあったらなかなか覚えられないじゃないですか。そうですね。それなので、というかもうこれ決めた先生に、なんで17もあるんですかと、覚えられないじゃないですかと文句言ったら、いや17ないとまとまらなかったんだよ沖君って言われたんですけど、そういう文句僕だけじゃなくてみんな言ってるんで、5つにまとめるっていう提案もあったんですね。はい、その5つっていうのが何かっていうと、人、それから地球、プラネット、連携、パートナーシップ、今日のテーマですね。それから繁栄、プロスパリティ、そして平和、ピース。最初の人はピープルですから、全部頭文字 P で5つの P っていうふうにまとめてはどうかっていう提案、これ実は日本がしたんですよ。わかりやすいですね。わかりやすいですね、はい、ところが例えば、人、地球、連携、平和、繁栄だと、なんか自分に関係あるかどうかちょっとわかんないですよね、具体的じゃないので、はい、ところが貧困、食料、健康、エネルギー、水、あ、なんか自分にも普段の生活関係あるなと思うので、17あったことが案外 SDGs がみんな身近に感じられるようになった理由じゃないかなと僕は思うんですけど、張さんどうですか。そうですね、身近に感じたものを、SDGs ですね、はい、なので、そういう意味では5つの P なんですけれども、人々というと例えばやっぱりお金がちゃんとないと困る、貧困から抜け出したい、はい、それから食料や水、それからエネルギーがなくて困るっていうのは嫌だ、教育も大事だし健康も大事だ、これが大体人っていうくくりになります。それから今度は地球環境ということで言うと、地球環境にはもちろん気候変動の問題もありますし、それから海の生態系、陸の生態系、それから気候変動と関係しますけれども、作ったり使ったりするときにエネルギーをできるだけ少なく済ませよう、あるいは資源をあんまり使わずに済ませようっていう、そのでテーマで、この4つぐらいが今度は地球環境を考えようってことになります。でその貧困から抜け出すにしても、水や食料や健康、教育っていうのもやっぱり国が豊かになってくると行き渡ってくるので、そういう意味では繁栄も大事だ。でそうした中ではまずはお仕事、それから、インフラとかですね、産業も大事だし、それから何といっても繁栄の象徴である、都会というか住まいっていうの、この3つぐらいが今度は繁栄の象徴グループになってます。それからそれだけじゃなくて、平和ということではジェンダー平等、それから、公正であること、不平等の中にジェンダー入るんですけれども、やっぱりジェンダーっていうのは女性って半分いるわけなので、マイノリティって言っても本当は半分だから、マジョリティなのに虐げられてるっていうことで、特出して、まずは
女性がもっと活躍した方が世の中良くなるんじゃないかということで、やっぱりジェンダーっていうのは一つ大きなゴールになっている。そして最後に連携、今日のパートナーシップでそういうのを実現するのにはやっぱりみんなで連携していかないと何事も実現できないよねということで、今申し上げた17のゴール、あるいはそれをまとめた5つっていうのが SDGs の、より良い世界を作るためにいろんな切り口があるけれども、その、いろんな切り口をどうやってればいいんだっけっていう時に入り口として分かりやすくするために17あるというふうにお考えいただいたらどうかなと思います。非常に分かりやすいです。ゴールってありましたけど、はい、いわゆるいつまでっていう目標はあるんですか？2030年いつですかね。ということはもう8年に向かって、はいはい、しかもですね、その SDGs 持続可能な開発目標は誰一人取り残さない、つまり目標がこんだけあってできそうな目標で、例えば、水が安全な水にアクセスできない人口を半分にしようとか、はい、9割減らそうとかじゃなくて全員にっていう目標にしちゃってるので、はい、これとっても大変なんですけども、最初から半分とか9割の人ってすると残りの1割の人はじゃあほっといてもいいのかってなっちゃうじゃないですか。なので持続可能な開発目標 SDGs では全員ってちょっと目標を高く掲げてるので、はい、8年ではちょっと大変かもしれないですし、コロナもあり、また今回の戦争もあって、なかなか達成難しいかもしれないんですが、でも目標はやっぱり高く掲げようというのが世界が合意した点です。では次に今日のテーマでもあります SDGs のこのターゲット17にあたりますパートナーシップで目標を達成しようについて話していきたいんですけれども、まずこれについて簡単に沖先生説明していただいてもいいですか？パートナーシップはもうこれ実は SDGs の前のミレニウム開発目標の時からあるんですけれども、はい、やっぱり何か問題を解決するにはどっかの国だけ、あるいはどっかの企業だけ、あるいは個人が頑張ってできることではなくて、いろんな関係者みんながそれぞれ一つの目標に向かって手を取り合って、そのお互いに補完しながらやっていかなきゃ無理だよねみんな思ってるのですけれども、なかなかそうは言ってもなんか自分だけがやりたがったり、あるいは一生懸命頑張ってるんだけれども力が及ばない、時間が足りない、人手が足りないというのでできなかったりするので、やっぱパートナーシップ大事だからちゃんとみんな忘れずにやってくださいねっていうことで、この17番目のゴールとしてパートナーシップっていうのが入ってるんです。で面白いことに、SDGs の中に例えばインターネットってないんですけれども、はい、17の番目の目標を見るとインターネットというか、まあ、そういう情報をみんなで共有できること、これがパートナーシップの基本ですよってことが書いてあります、うん、なので17の目標にインターネットないなと思ったら、実はそれ17のパートナーシップを支えるのがそういう情報基盤だっていうことになります。なるほど。17のこの中でもターゲットの中でも中心的 なんか柱のような、そうですね、その17の目標、例えばその産業と、都市とそれから仕事なんての結びついてますし、はい、その貧困がなくなれば食料エネルギーもみんな結びついてるんですけれども、そういういろいろ結びついてる中でやっぱり中心となってそれを実現するためにはそれらをうまく調整するパートナーシップっていうのがまあ非常に大事なんじゃないかというふうに思います。例えば国と国だったり、はい、企業と自治体だったりっていうだけじゃなくて、はい、一個人としてでもこう参加できるというか、はい、協力できることもあるんですかね。やっぱり一人の個人ができることって限られてるんですけれども、例えば僕は水が専門ですけれども、はい、じゃあ水が得られない人がいる、じゃあ自分が節水すればいいかっていうと、例えば日本で節水しても南アジアだとかアフリカの子どもたちが水が使えるようになるわけじゃないじゃないですか、はい、それはだから節水すればいいってわけじゃないんだけど、じゃあどうしようと思った時に何かそういうところの支援をしている企業であったり、あるいは国、あるいは国際組織みたいなところの応援する、具体的な応援は何かお手伝いをするっていう応援の仕方もあるでしょうし、はい、その企業のものやサービスを買う、あるいは国のそういう施策を応援する、いろんなやり方があると思うんですけれども、やっぱり個人としてのその投票権であったり、あるいは普段の購買力、物を買う力をそっちの方にちょっと向けるだけで世の中変わると思うんですね。これエシカル消費って言いますけれども、なんて言いますか、倫理的に
真っ当な消費の仕方みたいな感じですけれども、はい、SDG 企業戦略フォーラムでいろんな企業の方とお話をしていると、案外企業の方ってそのやっぱり社会が持続可能であって初めて自分たちの会社も持続可能で儲かっていくんだって意識がかなり強いんですね。でもし消費者が求めれば、生活者が求めればその持続可能な、より持続可能なものやサービスを提供する準備はいくらでもあると。ところがなんか僕らが選んでないらしいんですよ。つまりなんか物が並んでる時に1円でも安い方とか、なんかちょっとでもなんか高級に見える方とか、なんかそんな風に選んじゃってて、地球に優しいとか人に優しいとか、そういうところあんまり普段物やサービスを選ぶときに考えてないらしいんですね、はい、だからそこをちょっと我々が普段買い物するとき、あるいはこうネットで買うときにポチッと選ぶときに、あ、これってなんか将来のため、あるいは遠くで働いて物やサービスを作ってくれてる人のためになるんだなっていうものやサービスを選ぶようになったら、これ世の中はガラッと変わる。もう企業の方はそれ待ってる感じですね。今発展途上国っていうお言葉がありまして、はい、ハッとしたんですけれども、私も陸上元選手なんですが、地方にいろいろゲストランナーとして大会に参加させてもらえる機会が今増えてるんですよね。でもランニングブームといいますか、もう皆さん走られてる市民ランナーの方非常に多くて、で参加所が T シャツなんですよ、本当に多くて、はあ、もう行く先々で参加所が T シャツ、記念 T シャツをいただけるんですね、はいはい、でそれがたくさんこう集まって、で市民ランナーの方々もたくさん持ってらっしゃる方がいらっしゃって、それをみんなで集めて発展途上国に送ろうじゃないかっていうことを参加させてもらったんですね、はい。まあ、それは自然に思ってやってたことなんですけど、それもまさにパートナーシップに通ずることなんですね。はい、いや、その水とか食料は、まあ、大事だとみんな思うんですけども、着るものって、まあ、着てればいいじゃないかってつい思っちゃうかもしれないですよね、はい、でも綺麗な服を着ていない、なんか何日間も洗ってない服を着ている、あるいはもうとってもこう古びてしまった服を着ている自分と、ちょっとおめかしをしていい格好している自分だと、やっぱり自分を誇りに思えるって大事じゃないですか、いい服を着る。でなんかそういうその心の問題も含めると、やっぱりちゃんと衣食住が満ち足りてるっていうのを実現できるように、やっぱり世界がそういうの含めて開発っていうんですけどもね、はい、進むようにいろんなこう協力ができると僕はいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。で一個人でもできることは、個人できることありますね。おっしゃる通りですね。あ、ぐっと近くなりました。はい、はい、張さんは大学院で地球環境学を学んでおられるとのことなんですが、その学びの中でパートナーシップで取り組んだ経験など思い当たることっていうのはありますか？はい、あります。私は今所属している京都大学アサリ研究室は、こういうパートナーシップでいろいろ取り組んでいます。でその中に私の研究でもあり、はい、里山とのパートナーシップの話を今日させていただきたいと思います。里山、はい、なんですね。私もね、結構のどかなところに住んでおりまして、うん、かなり興味のある内容なんですけれども、まあ、どういったことをされてるんですか？はい、例えばさっきSDGs の紹介もありますが、 SDGs について貧困などの目標は途上国の課題であり他人事であるという考え方を持つ人は多いかもしれませんが、はい、でも今日本の農産漁村を目を見ると、少子高齢化、深刻な人口減少が進み、持続不可能な状態になっているところは少なくないです、はい、これら多くの農産漁村は都市部にとってとっても重要なさまざまな機能があります。そのまま農産漁村が持続不可能な状態になれば、その損失は農産漁村だけにとどまりません。農産漁村の持続可能性が担保されるために、教育はとっても重要であることから、私たちは京都市京北地域で学校と連携した地域の持続可能性に資する教育プログラムを開発および地域展開をしています。京北っていうのはその京都市内でもどういった地域なんですか？はい、京都市の京北地域は京都市の右京区の北部の地域であり、面積は京都市の4分の1を占め、人口は約4500人、北
北山丸太の産地としてすごく有名であり、はい、歴史は平安京が作られた時に木材の供給した伝承を持ち、都心部を支えるとっても重要な里山であることが分かります。しかし現在は木材利用を減っていることや少子高齢化が進んでいるということが分かります。張さんも京都市内ご存知だと思うんですけれども、はい、この景色と全く違ったようなのどかな、全く違いますね。日比野さん行かれたこと、はい、あります。どんな場所ですか、京北っていうのは。京北ですか、はい、やっぱりこの町とは町中とは全然違う、あの里山の風景が広がり、はい、独自にそこで完結した文化が昔以前は豊かにあったんだろうなという地域だと思います。走るとこたくさんありそうな。たくさんありますね。行きたくなりました、聞くだけで。でその京北でどういったプログラムをされてるんですか。京北で私たちあさり研究室は、はい、教育プログラムの開発、今回お世話になっているのは京都市立京北小中学校です。この学校は全校の生徒数は約250名で、小学校1年生から中学校3年生の合計9年間の教育体制となっています。で私たちは2020年の9月から京北小中学校の総合的な学習時間を中心に、あさり准教授が作成した SDGs ノートを利用して SDGs 教育プログラム開発を参画支援しました。はい、で産学校連携の組織京都庁 SDGs コンソーシアムや地域住民と連携しながら、2020年度は生徒たちはグループで SDGs の視点を取り入れ、京北のためウィズコロナイベント提案しようをテーマとした検討及び発表を行いました。2021年度には地域の課題解決や魅力発信をつながるようなイベントの企画案を個人個人がポスターを使って発表を行うと同時に、2022年の3月11日はそれを実際に形にしてみました。はい、子どもたちってあれですよね、自分の地元を知るっていう、勉強だって学習って多いと思うんですけど、はい、それだけではなくてその先を見据えたことも、自分自身で考えて発表してっていうことをされるんですね。はい、生徒たちは SDGs についてももちろん京北の魅力や課題について理解を進め、また地域の方々や京都大学あさり研究室の留学生との交流連携から、持続可能な京北地域の未来のために解決方法を考え、それぞれの興味関心や自分らしさを踏まえて企画し、積極的に発信したことが感じました。で私たちは参画し、子どもたちと共に学びを深めてまいりましたが、はい、次世代を担う子どもたちが何を考え、どういう未来を作っていきたいか、子どもたちの主体的な考えをこれからも大切にしたいと思っております。京北地域の子どもたちが一歩踏み出すことが、持続可能な京北地域の明日へとつながるのだ、私と信じています。わあ、もう京北の子どもたちに SDGs 聞く方がなんかすごい正しい答えが返ってきそうなんですけれども、今の現状を知って、はい、先も考えるっていうことで、どんな例えば、意見だったり、はい、声がこう発表の中であったんですか。実際にそうあります。例えば電車とかバスすごく好きな子どもがいて、はい、この子どもは京北のバスツアーを企画して、いろんな京北のところはバスで回りながら、はい、京北の人口減少の対策の企画をしました。うわ、人口減少してるということももう知って、そういったことをしようって、そうですね、素晴らしい、はい、で例えば料理作るのが好きな子は、はい、やっぱり京北の野菜はみんなに京北の魅力を伝えたいのも、京北の道の駅というところがあって、であそこで京北の野菜を販売したりとかもしました。これは全部子どもたち自分企画して行動して、で私たちはパートナーシップとして連携して、で子どもの夢を応援し
れる立場です。もうみんなそれぞれ違ってるんですね、はい、意見とか思いが。みんなそれぞれ違いますね。いかがですか、日比野さん。滋賀県の琵琶湖もその上流に里山があって、はい、川があって100本以上の水が流れ込んで、うん、さらにそれがおそらく、神戸の東まであの水が行ってるわけですけど、琵琶湖の水が、はい、やっぱり一番重要なのはその里山なんですよね。里山が荒れれば水も荒れて、琵琶湖も非常に困ったことになる。そういう意味じゃやっぱりあの上流部って言いますかね、里山をどうやってその保っていくか大事にしていくかっていうのはすごく重要で、その部分をやっぱり将来を担っている世代にそれを分かってもらうっていうことが、で取り組んでもらうっていうことが大事だなというふうにはやっぱりあの改めて今お話を聞いてて思いました。大木先生いかがですか、このプロジェクト。京北はやっぱりタケノコもガンガン出ますか。タケノコやっぱり、野菜では何京野菜ですか。京野菜、京野菜って何だろう。いやあのやっぱり、はい、その子供の頃って、はい、なんか大人が作った世界に生活させられていて、なんか息苦しく考えることなかったですか、小林さん。そうですね、なんか全部決められていて、うん、もう自分がどうにもできないような気がしていたのが、今調査の話を聞くと、いやそうじゃなくて未来は自分たちが作るんだ、うん、でこうだったらいいなっていう未来を考えて、そのために今じゃあ何が行動しなきゃいけないか、何ができるかって考えるっていうのはまさに SDGs の、 あの本質的なところだと思うんですよ、うん、だからみんながより物質的なところや環境だけじゃなくて、やっぱり自分に自信を持って生きられるとか、あるいは自己尊重感を持って生きられるとか、やっぱそういう世の中がいいよなって。じゃあそれができてないところがあるとしたらどうしたらできるんだろう考えて、でそういう自分の生活を支える町とか自然とかっていうのをどうあるべきかなって、足りないとこがあったらじゃあここ直そうって考える、まさに SDGs なので、いやそういう活動を支えてらっしゃるっていうのは素晴らしいと思うし、でも張さん自身も楽しいんじゃないですか、うん、すごく楽しいです。やっぱりあの私も自分らしく生きていきたいですので、うん、子どもたちも生きて自分らしく生きて、で自分作りたい街をあの企画するのが子どもたちもすごく楽しいし、うん、こっち側もすごく楽しいです。素晴らしいですね。なんか私1歳と4歳の子供2人いるんですけど、帰ってやっぱり言葉がけが変わりそうですねえ、いろいろね、子供たちも将来こう向かって自分たちの意思というかね、そういうのを描けるような、ね、未来になることがすごい大事ですね。沖先生は京都市の総合地球環境学研究所在学時に、はい、食料を輸入することは水を輸入することに等しいというふうにご指摘されておりまして、はいはい、私初めて聞きました。可塑水という言葉を使われているんですね、はい、まあ、これについて説明していただいてもいいですか。はい、可塑水、可塑ってあの仮想現実、バーチャルリアリティのバーチャルなんですけども、はい、それと同じでもカタカナでバーチャルウォーターって言うんですけれども、食料を作るのにたくさん水必要なんですよ、はい、どのぐらい必要だと思います。例えばそうですね、ハンバーガー1個作るのに水どのぐらいいるでしょうか。うわ、今家でトマトとキュウリ植えてるんですけれども、その水のぐらいだったら想像つくんですけど、ハンバーガーってなるとパンからですよね。トマトでもいいですよ。トマトだったらトマト1個、1個とか1キロ作るのに何倍ぐらい水が必要でしょうか。わ、想像したことが、何倍っていう表現なんですか。何倍です。どれぐらいだと思いますか。あ、でも日比野さんご存知かもしれないですね。あの野菜のお話は教えてないから。そう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 。どれくらいですか。私が聞いたのは牛丼です。あ、牛丼はご存知です。野菜だったら。いや、野菜はちょっとどうですかね。トマト1キロに、はい、そのかける1000ぐらいです。あ、そんなにですか、ね。1000いくのは小麦とかトウモロコシとか、はい、あの割と栄養はカロリー高いものはたくさん水必要なんです。じゃあハンバーガーだったら。ハンバーガーやったら2000リットルです1個。2000リットルは2000リットル風呂桶の10杯分です。ハンバーガー1個ですよね。1個です。それは、はい、まあ、小麦はですね、小麦粉はだいたいこう重さので日本ですけど2000倍ぐらい、世界平均でも1000倍ぐらいの水を使ってできるんです、はい、それで
牛肉はですね、なんと牛肉の重さの2万倍ぐらいの水を使って育った草を食べて牛が育って、そのお肉を私たちがありがたく頂戴しているということなんです。2万倍です。日本の肉はもちろんその海外から輸入されているものを考えると、はい、それを水で換算しているということなんですね。ということですね。なるほど。で、日本は食料自給率 40% ぐらいなんですね。ちょっと切ってるんですけども、はい、そうすると実は日本ので私たちが食べてるものって海外の水を使って作られたものを輸入してるんです、はい、なのでその分日本の水資源使わずに済んでるんです。あ、なので食料を輸入することはまるで水資源を輸入しているようなもんだねということで仮想水あるいはバーチャルウォーターって言うんです。でも日本の水資源ってこうイメージで言うとすごい豊富な印象があるんですね。豊富なんですね。雨多いんですけども、はい、すごく人口密度高く住んでるので一人当たりはそんなに多くないです。世界平均の半分ぐらいなんです。であとはそのやっぱり食料を作るのにたくさん土地が必要じゃないですか、はい、ところが日本は山がちで平地が少ないのでどうしてもその牛が食べる食牧草を育てたりその飼料用の餌を育てたりする土地が足りなくて、はい、海外のそういう土地と水と労働力に頼ってるっていうことなんですね。頼ってるっていうことなんですね。頼ってるってことなんです。なので例えばオーストラリアで大干ばつがあると小麦粉の値段が上がります、はい、なのでうどんの値段が上がるだけじゃなくて醤油の値段も上がってあ醤油に小麦粉入ってたんだってのは分かっちゃうわけですね。そうですね、はい、薄口は小麦粉入ってますから入ってるんですね。入ってるんです。もう全部がつながってるなので、はい、世界の水の問題っていうのは実は水を通じて私たちの日本の食卓に直結してるって。水不足って一見ちょっと関係のないように聞こえるんですけど実はすごく関係してるんですね、はい、そうなんですよ。ですからもしその、うん、どっかで大干ばつがあってアメリカでも大干ばつフランスでも大干ばつブラジルもオーストラリアも大干ばつで、はい、穀物が取れなくなるとバッと値段が上がってもう私たちの買うその食料が何倍にもなっちゃうようなことだってあり得るんですね。今だってウクライナで小麦が輸出できなくなるってなっただけで、はい、どうしようってことでラーメン屋もうどん屋も上がって大変なんじゃないですか、はい、ああいうことが戦争じゃなくても水不足干ばつなんかで起こったりする恐れがあるっていうことはちょっと知っておいた方がいいです。じゃあ今後の課題としてはどういった点になるんですか。やっぱりその世界のいろんなところで安定して食料を作ってでどっかがその不作で取れない時にはお互い融通できるようなやっぱりまさにパートナーシップを普段から作っておくということが非常に大事じゃないかなというふうに思います。なるほど。なんかこれから牛肉食べる時のイメージが変わりそうですごい水が、はいね、そうなんですよ。なので例えば、それだけ水が必要ということは、環境にも負荷をかけているので今そのベジタリアンになる人が増えてるんですけれども、はい、ヨーロッパアメリカ特に若い方ですね、はい、チョさんベジタリアンですか。あ、よかったです。僕もお肉好きなので、はい、私も一番好きです。お肉が一番、はい、パワーフードです。私やっぱ走る、はい、走るのに、はい筋肉作るのには、はい、そうですね、なんですけれどもやっぱりその地球環境温暖化を考えると例えば牛のゲップだとか、はい、あるいはたくさん食料を餌を食べて育つので、地球環境にも良くないしそれから動物殺すのはかわいそうだ、はい、あとはあんまりカロリー取りすぎると健康にも良くないということでベジタリアンになる方増えてるんですね。その理由の一つは、まあ、水で換算するとバーチャルウォーターいっぱいいるんだウォーターフットプリントたくさんあるからっていう理由ですね、はい。その理由で、はい、沖先生このバーチャルウォーターいわゆる仮想水をこう研究されたっていう、はい、でそれで私の仲間もだから多くはですねやっぱ自分で研究してこんなにこう水食べるものに水使われてるのか、はい、なんかね案外ベジタリアンじゃなくても肉を食べる回数減らしてる仲間とか多いですね。わー、いやでも美味しいですもんね。なので、やっぱり極端にやめるんじゃなくて、はいはい、ありがたく頂戴する、はい、つまりもうなんか雑にもう食べればいいんでしょ、お金出したら食べていいんでしょうじゃなくてありがたくちょっと地球環境に悪いけど今日は自分へのご褒美だからお肉食べようとかそういうふうなこと気持ちが大事なんじゃないですかね。
あ、じゃあそのパートナーシップが食品ロスやったり違う方のターゲットにまたつながってるんですね。あ、そうですね、はい、あ、すごい勉強になります、まあ、そういう意味で言うと、はい、あの日本は割と牛も豚も鶏も内臓までいろんなもの食べるじゃないですか、はい、あれはやっぱり大事ですよね。もったいない、うん、ちゃんと食べましょう全部。私すごい好きな言葉なんです、もったいない。もったいないって言い過ぎまして、あの留学生がケニアの選手とか来るんですけど、もったいないって私のように言うようになりまして、あ一番好きな言葉ですから。あ、いいですね。あ、でもすごく勉強になります。本当ですね、はい、今日じゃないですけども12番目 の、 あの作る責任使う責任のところでは、やっぱり私たちにもできる、もあの数少ないターゲットの一つが食品ロスを減らそうなんですけれども、はい、やっぱりそれが単に、もったいないからだけではなくて、地球環境にも良くないし、その分本当は誰かのとこ手元に届いていたものがその使われずに消費されずに捨てられるのはもったいない、まさにもったいないですよね。張、はい、さんはですね、京都にいらっしゃる前に、うん、なんと富山県にいらっしゃったと聞いたんですけれども、はい、この京都とか、富山とかでそれぞれで SDGs で感じる取り組みの特徴っていうのはありますか？はい、富山で所属してた大学で取り組んだ SDGs の経験から感じたのが、富山県は SDGs の7番再生可能クリーンの、あ、クリーンエネルギー、エネルギーです。富山県は水はすごく豊富で、はい、水力発電は適しています、うん、代表としては黒部ダムです。まだ地域に小水力発電を投入することも積極的に取り組んでいることが分かります、はい、で京都に来てからやっぱり1300年の歴史があり、教育、歴史、持続可能性の面でも国内外から注目されます。歴史力、文化力、大学力、観光力、宗教力、食文化力などなど、そして何よりもそれらを支える地域力と人間力、さまざまな力があります。その中に一番感じたのは SDGs の4番教育です。京都の歴史から見ると、今と同じ深刻な人口減少の時期がありました。先人たちは子どもさえしっかり育てれば未来が明るい、まちづくりは人づくりからと思いから、地域で力を合わせ、かまどの数を応じてお金を出し合って、全国初となる64の地域性の番組小学校を創設しました。地域で力を合わせ教育のが今もすごく感じています。学校と地域とのパートナーシップはすごく感じました。それぞれ富山と京都で、はい、富山だと黒部ダムね、すごく有名な水資源ですよね。発電なんですけどね、はいはい、水力発電でやっぱりちょっとあれができた頃は、昭和の初期はあのまだ化石燃料を燃やすんじゃなくて、水力発電で電気を開発して、それで産業が伸びていた時代なので、はい、うん、まあ、でその後に逆に火力発電が増えて CO2 の排出も増えちゃったんですね、うん、で日本もでもまだ10% ぐらいの電気は水力発電できてますし、はい、まあ、それに再生可能エネルギーも今増えてきましたから、うん、化石燃料を使わなくても電気が全く使えなくなるわけじゃなくて、うん、昭和30年ぐらい、だから60年ちょっと前ぐらいの生活レベルでいいんだったら電気足りるんですよ、うん、と思えば、はい、なんか望みもあります。そうですね、うん、それぞれの地域でSDGs の取り組みって違うとは思うんですけれども、日比野さんいかがですか？ああ、何かどこか行った時とかゆかりの場所でこういう取り組みがある。そうですね、はい、あの SDGs の取り組みとしてはやっぱりあの、まあ、私今仕事で関わってる滋賀県でのことがやっぱり、まあ、あの一番思いつくことで、はい、まあ、県内全体であのまさにパートナーシップというあの取り組みで、というのは先ほど申し上げたように里山、それ水源であり、ついこの間まで雪が積もっていた、その雪がゆっくり溶けて琵琶湖に来る、そしてそれが最終的には京阪神の水道になっていくっていう、そのつながりをやはりその流域全体として保っていこうということの、まあ、取り組みを してるわけですけど、はい、ただすごく最近取材を通じて気になるのは、
琵琶湖の水ってものすごくきれいになってるんですよね。おそらく沖先生子供の頃琵琶湖から来る水は臭かった夏覚えがあると思うんですけど、今全く臭くないんですよ。ものすごく水がきれいになってるんですね。その結果人々が水に関心持たなくなっちゃってるんですよ。逆に滋賀の人も流域の人もその夏になるとまた臭いよねと、そうするそれで汚れてるからだっていうふうに気づくわけですけど、気づかないのですごく滋賀県の人でも水が遠く琵琶湖が遠くなってるんですよね。でこれはやっぱりすごいある種懸念を持ってる人がやっぱりある種の懸念を持つ人は出てきてて、はい、まあ極端な話なことを言えば少しやっぱりちょっとぐらい昔みたいに死尿が流れたりとかする方が関心を持てるしいいんじゃないかみたいなことをおっしゃる方も、それはなぜかというとやっぱり遠くなってしまうと関わりを持たないっていうことになるし、その上流域のその森だとか滋賀、琵琶湖の周辺にある森に関心を持たなくなってる。これはちょっと有識事態ではないかなというふうに言われてて、また私も全くその通りだと思って、その辺のことをもう少し掘り下げていきたいななんていうふうに思うんですが、まず沖先生にその辺のことも伺ってみたいなと思うんですけど、はい、東京に行ってしばらくぶりに大阪に帰ってきてビジネスホテルに泊まって、そのビジネスホテルの洗面台の水をこう飲んだ後でゴクッと飲んで、臭いんですけどこの水懐かしいってなったんですね。やっぱり小学校の頃はその校庭でドッジボールして喉乾いたらパッと蛇口上向きにしてジャーッと飲んだりされてました、はいはい、しました、はい、その水の味がするわけですね。なのでやっぱりものすごく懐かしくて、だからやっぱり水ってそういう飲み慣れた水の味を覚えてるし嫌じゃないんですよね。ところがおっしゃる通り、まあ、冷静に考えたら臭いかもしれないので、すか今臭くないんですか。そうですね。だとするとそれは琵琶湖をきれいにしたおかげプラス水道局が工事処理といってオゾンで脱臭して、うん、匂いなくするようなことをきれいにやってるんですね。なので逆にあんまり今臭い臭いというと水道局の人怒って水道止めたろかみたいな感じになると思うんで言わない方がいいと思いますけどもでも本当に琵琶湖のおかげで、琵琶湖の水が、まあ、関西圏のかなりのところに行ってるおかげで、その関西ってなんかつながってる気がするんですね。まさにパートナーシップというか。で琵琶湖の総合開発というので、琵琶湖もともと水がめって言われ方してましたが、本当にですね瀬田の荒井関のところに大きなこう調節のゲートを作って水位をもう完全に人間がコントロールできるようにしちゃったんですね。でそういう意味ではもう自然の湖なんだけれども人工的に調節されてしまっていて、そのおかげで関西で今水不足って起こらないですよね。そうですね、起こらないですね。僕子供の頃は渇水だと今年プールなしとかありましたですよ、うん、なかったですか。それは覚えてない。そうですね、そういうあったように覚えてますが、はい、今はどちらかというと流した時の下流域 その洪水の問題とかで、はあ、どちらかというとそれの方が懸念されますよね、はあはあはい、いやですから でも琵琶湖 その総合開発やる前はですね、もう一生懸命下流は滋賀県さんよろしくと言ってたのが、うんうん、最近ちょっとなんか下流がまさに関心が薄れて、関心が薄れる心配しなくていいっていうのはありがたいことですね。今年の夏渇水で水つかなかったらどうしようとか思わなくてもいいっていうのは非常にありがたいことなんだけれども、関心がなくなるだけじゃなくて忘れてしまったらないのと同じなので、それは困る。だから本当はそういう意味では SDGs も常にそればっかり考えてられないじゃないですか、はい、だけれども折に触れて思い出して、あ、こういうことも大事だな。だから人間ね、全部のこといっぺんに考えられないので、時々いろんな大事なこと、 SDGs の17の目標、あるいは水、まあその中でも地元の水のこと、あるいは人権のこと、防災のこと、いろんなことを時々順番に思い出すっていうのが大事かもしれない、ねえ、すごく勉強になります。もう水道も夫が出しっぱなしだったら水道代が上がるってこうね、もう水道代のことで頭いっぱいになるんですけどそれだけじゃなくていろんなところにこうつながってるっていう、はい、水道もだって無駄にしなかったらもっと有効に、はい、何でしょう、川の水を流すの豊かに流すのに使えるとか、
他の使い方があるはずなのに我々がギリ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 こう使うために他の、自然が使う水をちょっと圧迫してるわけですよね、はい、だからそれをせずに済むようになるっていうのはいいじゃないですか。そうですね。最後にこの動画をご覧の方に向けて SDGs の取り組みはこういったことから始めることができるといったことがあればご提案いただけないでしょうか。まずは張さん、学生の皆さんに向けてよろしくお願いします。母なる地球は様々な困難に直面しています。 SDGs のように競争ではなくてみんなで共同の社会になればこの地球の環境社会危機を乗り越え持続可能な社会になれるはずです。一人の力は小さいけれど人が集まれば何倍にもなります。まずは行動してみてください。例えばエコバッグを持ち歩くとか友達と一緒に自分が住んでいる地域について話し合ってみるとか簡単なことで構いません。少しずつでもいいので持続可能な社会のために一緒に行動しましょう。ありがとうございます。では日比野さん。あ、はい、私はやっぱり地域に、ご目を向けるっていうことを、まあ、自分自身 に対しても含めてこう呼びかけたいなと思います。滋賀県にこだわりますけども今、滋賀県に行くとこれから麦の、収穫の時期が間もなくです。麦秋といって黄色い麦畑が今国産小麦、はい、力が入ってますんでものすごく広大な麦畑がこれから綺麗な風景が見られる時期です。それはまさにバーチャルウォーター的にはそんなに多くない麦ができるわけです。 ですからやはりそういった観点で、まあ、あまり消費をねこういうふうにしようってこということはあんまり言うべきではないかもしれませんけど国産のものとかにでそれが国産のものが地域でできてるんだっていうふうにまず関心を持っていただきたいし私たちもそういったことに協力していきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。最後に沖先生。はい、ありがとうございます。SDGs が書かれている国際的な合意文書である持続可能な開発のための2030アジェンダっていう文書があるんですけれども、はい、その中には持続可能な開発っていうのは環境と社会と経済の3側面の発展だって書いてあるんですね、はい、つまり、まあ、環境の話張さんされて社会の話を日比野さんがされて経済の話お金も実は大事なんですね。豊かになればいろんなことで困らなくなるし逆にその人のため慈善活動としてやるだけだと持続可能じゃないですよね。いろんな支援活動もなので社会がみんなが豊かで明日に夢を持ってよしだ今日は自分にご褒美だっていう消費をする方がやっぱりビジネス儲かる。あるいは今うまくいってる会社であればあるほどこのまま持続可能に急に良くならなくてもいいけれども少しずつやっぱり経済が良くなっていくような社会の方が自分たちのビジネス仕事もうまくいくんだとか当たり前ですよねと考えるようになったので実は大きな企業ほどSDGs みたいな取り組みに一生懸命なんですよね。なのでぜひそういうふうにあいい社会にすることは自分のビジネス儲けにもつながるんだっていうふうにちょっと考えていただいていろんな人がそれだったらこんなことできるんじゃないかっていう知恵をぜひ絞っていただきたいなというふうに思います。わかりました。私は北京オリンピックのスタート前に緊張してずっと水を飲んでたんですよね。であもう緊張止まらないってずっと水を飲んでると飲んでるのは私だけだったんですね。でみんな持ち歩いてはなくてでもうスタートギリギリのタイミングだったので海外の選手が何かね喋ってるんですけれどももう何を言ってるかが私理解できなかったんですがジェスチャーでその水ちょうだいって言ってましてあどうぞってあげたらそれを飲んだんですよね。でその横にいたアメリカの選手もちょうだいって私の水が回るっていうおーっていうような緊張がほぐれた瞬間だったんですけど陸上選手って個人競技でずっと一人でこう向き合ってやってる競技かなと思ったら実はそうではなくて周りのライバルをこう仲間と捉えたりそういったものがこうパートナーシップにもつながるんだなっていう出来事がありましてで今後そういった壮大に見えるようなパートナーシップ実は壮大ではなくてちょっとした心がけ小さな行動からこう未来につながるっていうふうに今日お話しながらすごく前向きな気持ちになりました。
SDGs を理解する、そして何か自分も一緒にできるものはないかという興味を持っていることが、パートナーシップで目標を達成しようの一歩になるのではないでしょうか。皆さん、本日はどうもありがとうございました。